デジモン大図鑑。ゴーレモン。体の9割が岩石のデータでできているデジモンです。吹き出す高熱のガスは攻撃にも使えるんですよ。さて、僕のチェックポイント。ゴーレモンの体はまるで編み物のように岩と岩を針金でつなぎ合わせています。セーターとかも編めるのかな。針金のセーターかっこいいです。次回はどんなデジモンかな。傷つき最後の力で歩み続けるペタルドラモンと光の心会話す旅が始まる。次回デジモンアドベンチャー光と動く森、冒険は新たな世界へ。